楽天の監督交代劇に高木豊氏が物申す。ビジョンなき運営の行方は？楽天は今季4位で終了し、今へ監督が1年で退任の可能性が高まっています。高木豊氏は短期政権が続く楽天の監督人事に疑問を呈し、長期的な視野での運営を求めています。みんなの反応。今井監督は補強なしで再開予想の中、交流戦優勝や3位争いをしたから十分頑張ったと思う。普通監督は1年目でチームに自分の色を出して、2、3年で熟成するものだから、もう1年くらい費用を上げてもよかったんじゃないかな。楽天球団は監督を育てる覚悟が足りないんじゃないかって話だね。新人監督に対する批判があってもすぐに交代させるのは球団の覚悟不足だって。東北のファンは温かいけど、それに甘えてるんじゃないかとも言われてる。地元からもっと厳しい声が必要かもね。楽天はもう20年経って新興球団じゃないし、優勝も一度だけ、黄金期を作る気がないなら球団を売ってしまった方がいいんじゃないかって意見もあるみたい。田中さんが投げるまでは3位の望みがあったけど、指令で投げさせられて一瞬で崩れたね。やりきれないし、田中さんも本調子で投げた方がいいよね。チームプレーだし。野球解説者がチーム事情に口出しするのはどうかと思うんだよね。特にタレント化してる人たちが批判するのはちょっと。解説はメジャー経験者みたいに説得力がある人がいいよね。藤川球児さんとかは面白いし。そうじゃないとただの居酒屋トークになっちゃう。楽天を応援してるから、今シーズンをしっかり振り返って、首脳陣が変わってもまた来シーズンに向けて頑張ってほしい。2013年みたいなシーズンを夢見てるよ。三木谷オーナーが県民監督やればいいんじゃない？口出しするなら、来れない日は代理を置いて指示して、来る日は細かくオーダー出せばいいし、2軍もビデオで似て選手あげれば解決するよ。3年目の監督と1年目の監督に同じ結果を求めるのは無理があるよね。特に若い監督に対しては。今江監督が解任されたんじゃなくて、こんなオーナーの下で流行ってられないって自ら辞めたんだといいな。気の毒だよ。楽天の三木谷オーナーはプロ野球の監督を簡単に交代できる仕事だと思ってるんじゃない？そんなに簡単なら自分でやってみたら。監督経験を積んだ人が球団を去るのは問題だと思うんだよね。今江監督も監督をやってみたかったって言ってたし、若いうちにその経験をさせてもらったことには感謝してるはず。でももし解任された監督がまた球団を去るなら、人材を育てて無駄に放出してることになるよね。球団に残る元監督と残らない元監督の違いがなんか変な形で浮き彫りになってる気がするんだよ。今江監督は若くて監督1年目だから、球団がどこまで結果を求めていたのか疑問だよね。もし結果を求めるなら、経験豊富な栗山さんや原さんに交渉してみるのも手だったかも。日本ハムの新庄監督も3年間自由にやらせて、今年やっと結果が出たし、次の監督オファーも来るかもね。高木さんが言うように、監督を引き受けた人の今後も考えてあげてほしいし、プロ野球は監督経験を積むチャンスが少ないから、監督を育てるのも球団の役割だと思うよ。楽天のフロントは仙台での最終戦を見ていないのでは？私はオリックスファンで、その日はセリーグの試合を見ずに西武との試合を観戦しました。延長戦に入り目が離せなくなり、最後まで見届けました。結果は周知の通りですが、今江の指示と展開が素晴らしく、満場のファンが喝采を送りました。結果はどうでもよかったけど、今季印象に残る試合の一つでした。この球団は監督を軽視していて、2013年の優勝も田中選手の活躍と助っ人打者の偶然の成功によるもので、今後の優勝は無理だと思う。この決定、ファンは納得できないよね。石井さんは戦力補強しても CS 進出1回だけで3年やったのに、今井さんは戦力ダウンの中で同じ成績で1年で解雇っておかしいよ。責任取るべきは今井さんじゃなくて GM とか他の人でしょう。楽天はフィールド外の問題が多すぎて、選手も集中できないし、ファンも応援しづらいよ。今井さんで少し戻ったけど、ファン離れの原因を経営陣はちゃんと考えてほしいな。野村克也元監督は、監督の色を出すには最低3年は我慢して使ってほしいと言ってた。阿部監督が1年目で優勝したのは稀で、もともとチームに力があったから。育成には長い目で我慢が必要だってこと。平石を追い出して石井に3年任せたけど結果は超えられず、今江も1年で追い出す。島もいなくなり、チームの哲学が失われてる。球団フロントは哲学を見直すべきだね。外部から来た人は人脈を築いているのに、
それをゼロにする人はいないと思う。1年で何ができるのか、球団は何も考えていない。三木谷さんと石井さんの言う通りにすれば良くなると思っているが、それにことを唱える人は監督にしないから勝てない。今江監督は交流戦で優勝したのに、そんな人を簡単に切るのは本当にダメだと思う。良い選手が出ていき、ルールを守れない人が残るのが不満。1年目4位で期待してたけど、これじゃ期待できない。ファンクラブ継続迷う。三木谷オーナーがサッカー好きで、ヴィッセル神戸と同じ感覚でやってるみたい。神戸でも監督がコロコロ変わるし、結果が出なければすぐ変える。サッカーでは普通かもしれないけど、野球でそれをやると首脳陣も育たないし、選手も方針が変わって大変。だから身売りしてほしいって話になるんだよね。新庄監督も最初は批判されたけど、3年目で強いチームを作った。監督は長期で任せてほしいね。契約で結果出してるのに交代ってどうなの？経営者の判断だけど、ファンは納得するのかな？戦力落ちた中で CS 争いまで行ったのに。監督が変わっても選手と一緒に成長しないと優勝は難しいと思うんだよね。監督がチームを空中分解させたわけでもないのに、1年でクビにするのはちょっと場当たり的すぎるんじゃない？特に外部からの評判があまり良くないチームで、最初の仕事が不祥事の謝罪だった状況で引き受けた監督をだよ。オーナーのお気に入りだった石井元監督を4位で切ったから、イーブルスには3位以上になれなければ監督は辞任っていう不文律ができたのかもね。楽天の営業が9月の連休でマー君を昇格させる予定だったけど、今江監督がそうしなかったって記事を読んだよ。選手起用の不満は選手じゃなくて会社側の不満かもって思ったんだ。勝利より集客を重視してる球団なのかなって勝手に想像しちゃった。球団は今江監督の解任理由を説明すべきだよね。1年目で交流戦優勝したのに解任って理由あるはずだし。選手の不満をフロントが聞いて同調するのはダメ。どのチームでも不満はあるし、ファンが納得しない采配もあるけど、結果が全て、監督は全てを背負ってるんだから、オーナーやフロントは契約期間中は任せるべきだよ。パワハラ上司が感情で社員を降格させると、組織や会社が崩壊するよね。そんな状況じゃ、誰もチームの監督に魅力を感じないし、選手のモチベーションも下がるよね。三木谷さんと石井さんの体制が続く限り、チームの体質は変わらないと思うよ。平石さんを切ったのも、三木さんを切ったのも、結局は自分たちの思い通りにいかないからでしょ。今江さんを切った理由はわからないけど、二人の不協を買ったのは確かだね。結局、誰が監督やれば納得するのかわからないよね。監督をコロコロ変えても楽天は強くならないよ。フロントのビジョンが見えないし、まずはちゃんとしたプランを立てるべきだね。新人監督にすぐ結果を求めるのは無理。国母や阿部は土台と戦力があったから優勝できた。首脳陣の人事で揉めるのはどのチームでもあるけど、毎年のように起こるのはここくらい。オーナーの意向が強すぎるよね。フロントがプロ野球を理解していないから、誰が監督でも同じで選手の士気が下がる。三木谷オーナーは現場に任せるべきで、孫さんを見習うべき。1年で改善できるほど甘くない。みんなの反応としては、楽天の監督交代に対する不満が多いです。多くの人が今江監督が1年で退任するのは短すぎると感じており、長期的な視野での運営を求めています。少数意見としては、楽天のフロントが監督を軽視しているという批判や、三木谷オーナーの経営方針に対する不満が挙げられます。当チャンネルの意見としては、今江監督の1年目での退任は少々早計であると感じます。彼は補強が少ない中で交流戦優勝を果たし、3位争いも演じました。監督には時間が必要であり、もう少し猶予を与えるべきだったのではないでしょうか。球団は長期的な視野を持ち、監督を育てる覚悟を持つことが重要です。ファンの期待に応えるためにも、首脳陣と選手が一丸となって次のシーズンに向けて努力を続けてほしいと思います。